夕日の沈む海を見つめる美しい3人の女性たち。一見穏やかな場面を描いているようですが、よく見ると彼女たちの足先は蛇の尾のようになっており、男性の死体がそれに絡め取られています。魅惑的な歌声で船乗りを引き寄せ食い殺すと言われる海の魔物セーレーンです。馬に乗り剣を掲げた赤い翼の不気味な人物は死の天使。その馬の手綱を引くのは人間の運命の糸を断ち切る恐ろしい女神です。19世紀末、神話や聖書の世界を描き続けたギュスターブ・モロー。幻想的な表現で人間に絡みつく宿命の糸を鮮やかに見せてくれるのです。ギュスターブ・モロー展、福岡市美術館で開催中です。